MSMR とは、ニューヨーク出身のボーカリストのリジー・プラピンガーと、プロデューサーである、マックス・ハーシュナウのアメリカ人を音楽デュオである。プラピンガーは、ニューヨーク、ロンドンを拠点とするインディペンデント、レコードレーベルネオンゴールドレコーズの共同創設者としても知られている。彼らの音楽は、インディ・ポップ、オルタナティブ・ロック、ドリーム・ポップ、そしてダークウェーブとして定義されている。二人は、 アイムサウンド、フランスレコードレーベル、キツネコロンビアレコードとレーベル契約している。二人は、バッサー大学を2010年に卒業した後、2011年に、初めてのデモ EP である、ゴーストシティ USA を発表。2012年4月にハリケーン、7月にファンタジーを発表した。デビューシングルであるハリケーンは2012年4月に、YouTube にメガボルトを発表。 5月には iTunes での配信をしている。ドイツではチャート38位に上るなどヨーロッパでも大きな反響を呼んでいる。その後上記のハリケーンを含んだ4曲入りの EP キャンディーバークリープショーを発表。2013年には今までの楽曲をまとめた最初のアルバムセカンドハンドラプチャーを発表。2015年は2枚目のアルバム How Does It Feel を 発表し、2016年のツアー終了後、バンドの活動休止を公表。活動休止後、2017年にフロントマンである、リジー・プラ・ビンガーのソロプロジェクト LPX の指導がアナウンスされた。ありがとうございます。